はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間になっております。はい、今日もしょうもない、しょうもない飲み動画にお付き合いいただいております。ピンさんでーす。お疲れ様でーす。はい、今日珍しい、バーワイズ、パーさんお付き合いいただきます。はい、どうも、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。珍しいよね、ほんとね。いやまあまあ、そうどうしたの、飲み来たの、まあ、暑いしね。まあまあ、いや、ほんとだよね。エアコンどうなってるの、マジ気まずい。あの、あれなんですよ、今日バーワイズ、まあ、ターさんも参加してくれてるんですけど、最近あの、ターさん、これ。あのうちが某大阪のギャングパーツさん、はいはい、喧嘩売られて俺おしっこちびったの知ってる？おお、まあまあ下りは知ってますけどね。見てる動画、まあ、見てますよ、はいはい、まああれでしょ、あの今のところどっちが面白いか意地の張り合いみたいなことになってたね。違うよ。そういうわけではないし。違うよ、もうガチで戦争中ですよ。おもういよいよもうなんかそういうあのいや手とか言う違う違う、数日前のライブえいつだ、昨日か一昨日だかなんか小林くんライブやってて、僕は拝見したんですけど、お仲間から、ちょっとお仲間さんから聞いたんですよ。あのうちのことかなりディスってたらしいんで、これはもう冗談じゃねえと、まあ、やったろうかと、ああもうちょっと報復劇、なんかワイドさんビビって手出せないのとちゃいますかぐらいのこと言ってたらしいので、じゃあもうちょっとガチコン行ったろうかなと。まあね、あのそんなこんなもあろうかと思いましてね、はい、私一つあの企画書を持ってまいりました。こちら余計なことすんなよ。まあちょっとまあ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 目を通していただいて。まあね、これ小林くんをギャフンと言わせる企画ってこと。うん、っていうかね、だからもうなんていうかこう小林さんとこう一緒にこういうことをもう思い切ってやってもらっちゃったらいいんじゃねえのっていうところの話にはなるのかな。まあ。これでもう白黒はっきりつくでしょみたいなところはあると思う。あ、何？あのこれを俺と小林くんがやるってこと？まあそうそうそう、まあなんつうかね、コラボっちゃまあコラボになるのかな。まあだからコラボ、僕もね、だからコラボみたいなことでちょっと考えたらね、まあこれしかなかったんですよ、正直言って、うん、コラボっていうか、まあ王道っちゃ王道ですよね、コラボのね、うん、まあまあ、まあちょっと報復手段としてはまあありかなとは思うけど、まあこれね、だこんなことなんですけど、どうでしょうかね。どうでしょうっていうか、これ俺と小林くんがやるの？いやー、まあだからね、あのなんちゅうんだろうね、やるっていうか、まあじゃあまあやっちゃおうか、とりあえず2人でやっちゃうかじゃねえよ。じゃあ俺と小林くんがやる企画でしょ。ああまあまあそのつもりではあったんだけど、まあとりあえず俺代わりやっとくから。いや意味がいやだってほら、小林くんだっていつ来るか分かんないでしょ、だって。いや、うん、だって来るかどうかだもん。やっちゃうよ、もうやっちゃめんなよ。バカじゃないの、何言ってんの。やっちゃめんな、やっちゃえば。え、これを、え、これ今やるの。やっちゃめんなよ、そんなもん。え、待ってない、そんなもん。え、マジ言ってんの。まあ、まあ、やっちゃいましょう、もう。やん、はい、そりゃぁ。マジでか、おい。はい、どうもー、ギャングパーツでーす。ワイズファクトリーでーす。二人合わせてギャングファクトリーでーす。はーい、ということでですね、はい、今日も頑張っていただきます。実はですね、我々二人ともバイク屋さんをですね、まあまあやってるわけなんですけどね。まあまあまだまだ小さなお店なんですけどね、はいはいはい、まあ関西と関東お互いにね励まし合いながら、まあ頑張って大きくなっていこうじゃありませんか、はい、頑張っていかないといけないと思いますよ。やってもらってます。はい。まあそうは言ってもですね、まあそんなにね大きな野望があるとかね、まあそういうことじゃないですよね。まあ我々できることなんて、ね、高望みしてもね、まあできればね、こうレッドバロンさんぐらいになれたらいいなって。結構な高望みですよ。結構な高望みです。全国制覇ですから。まあそう言っても、まああの全てはお客様ってのことですから。もちろんです、はい、お客様は神様です。そうですよね。南ハローが言っております。ところでマスター、バイク屋さんには実にいろんなお客さんが入ってますよね、はいはい、いらっしゃいますよ。中にはちょっと困ったお客さんがいますよね。言いにくいですね。たまにいらっしゃいますけど、バイク屋ウィン、こ、あー、こんにちは。よいしょ。あー、これ、あれですね、小さい店ですね。困った人が来ちゃいましたね。いや、あー、そうだそうだ、店長さん、これ聞いてくださいよ。僕ね、夢だった免許、これやっと取れたんです。わかりました、大型免許です。原付です。原付免許なんですね。いやー、初免許ですよ、52歳で。ご苦労がありましたね。試験も52回。大変な人が来てしまいました。嫌だな、まあ、店長。ウエスタンジョークですよ。いや、ジョークですよ。バキューン。
ズキュン。おー、これいいじゃないですか、これこれ、これ僕、これさん、すいません、こちら250になってまして、原付免許でお乗りになれないんですよ。あー、そうなの。あー、そうか。じゃあどうしようかな。これ、これいいじゃないですか。これあれですか、新車。あ、新車でございます。こちらおすすめですよ。いいな、でもちょっと高いな。どうしようかな。こっちの汚くて安いやつは。汚くて安いとか言っちゃダメですよ。あー、いないな。あー、じゃあね、あれこれめんどくせーの来ちゃったな。一番安くてボロいやつにします。めんどくせーの来ちゃったな。いやー、どうかな、緊張するな。家までちゃんと乗って帰れるかな。ブルンブルンブルン。鍵ちょうだい。ナンバー取れねえと乗れねえんだよ。もういいぜ。ありがとうございました。そんなですよね、これ。こういった感じ。マジで？まあ、コラボ、コラボ、ね。マジですか？これを僕と小林くんが？まあ、小林さんもね、今頃あのパソコンの前でブルブル。ブルブルだよね。背筋凍ってんじゃない？もうね、あの。しまった、とんでもねえとこに手出しまった。もうほぼ当たりだね。小林くん、ビビってんじゃない？うちに手出すとこういうこと本気でやらされるんだぞ。超ヤバくない？怖いね、怖いね、怖いよ。いいな、稲川タワーさん。超怖えよ、これマジで。大丈夫かな。まあそうですね、まあこれね、まあだから一応まああのお試しってことで、まあ基本的なあれなんですけど、はい、まあもうちょっとね、あの25ページぐらいのあるのかな、本ちゃんは。だから、まあ例えば小林くんが遊び来てくれた時なんか、そう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 、対決みたいなことを考えてたわけね、うんうん、だからこれね、あのペラ2枚ですけど、うん、25枚ぐらいになるんで。大変だな。でも企画的にはだ、どうなの、 どんな企画考えてるの。いや、まあね、あの本当はね、嘘です。そんなことはやりませんみたいな。まあでもね、なんかちょっとまあまあまたね、小林さんがさ、うん、その仕事でこっち来るようなことあったらさ、はい、なんかマスターと一緒にやったらまあまあ面白いかなみたいなことは。伊藤くんね、小林くんのことが結構好きな感じで、うん、だからね、僕はねちょっと考えてたら、まあこんなことじゃないんですよ、実は、うん、マスターと、はい、ね、小林くんの男のガチンコ3本勝負どうですかみたいな。肉体のぶつかり、どうですかみたいな。マジで。まあ、いいよ、別に勝負しろ。まあまあね、企画して、ね、でもそう、あのね、なじゃあなんだみたいな話になると、うん、はい、カラオケ。あ、そのうちね、もうウェルカム、まあ、なんだけど、いいよ、カラオケ、カラオケ。あ、まあまあ、でもね、なんかバイクやっぱいこともしたいしね、うん、っていうことでいくと、そのなんかさ、裏にこうちょい乗り一本橋対決とか。ああ、はいはい、いいよ、ね、別に、うん、あとなんかこうね、あのちょい乗りテールレンズ早替え。ああ、はいはいはい、横橋くん。ただね、そこでね、俺としてはね、あのアンパンのと牛乳のイクレームがセットにしてほしい。セットにしてほしい。セットね。そこでさ、こうなんかちょペロッと出ちゃうとかさ、そういうクラッシュがさ、なるほど、ね、絵的には欲しい。なるほどね。でも、うん、牛乳が苦手。そう、牛乳ダメか。ダメか。お腹壊しちゃうから。じゃあ豆乳、豆乳牛乳とか豆乳。小林君ひょっとして牛乳ダメかなみたいな配慮はしてたね。あ、こっちダメなんだ。あ、俺がダメなんだ。じゃあまあちょっとなんかあの色のついて違うもんにして。まあ、あとなんすかね、うん、あとなんか、なんか得意なことあります？得意なことは、ボーリングとか将棋とか。ボーリングとか、まあまあカラオケとかね。まあ、まあ、できればね、ここでできることをしたいんだよね。まあ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 、まあね、そうだよ、だからパーッと遊びに来てもらった時に、まあなんか、言ったらモノマネ対決みたいなとか。まだそのまだそのモノマネなんて、なんかバカ野郎。古いんだよ、古いの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 、コンテンツが古い。昭和だ。賞味期限が切れとる。まあそんなことにはなるのかな。もう今ね、小林くんガクブルね。もうやばいね。こんなとこ行っちゃいけねえと思ってる。多分ね、あの、なんだろう、チャンネル登録解除されてると思う。どうだ、ギャングパッツの小林くん見てるか。これがワイスファクトリーのやり方だ。そうね、ビビってんだろ。本気でやらせるから。カメラの向こうでブルって起きたまえ。曇りなき目の子で見届けよ。じゃあどうも。うはっはっは。